はい、今回はどんな O 脚のタイプも改善する秘伝のトレーニングについてお伝えします。当院で O 脚を直してって患者さん結構来るんですけど、今回のトレーニングに関してはほぼ全員の方にやっていただいているトレーニングになります。 O 脚って実はいろんなタイプがあって、足首が問題の人、膝のねじれが問題の人、骨盤が問題な人っていろんな問題があるんですけど、今回のトレーニング方法に関してはそれら全部含めても絶対に O 脚を改善するために必要なトレーニングになりますので、ぜひ O 脚に悩んでいる方はまずこのトレーニングを試してみてください。1分でできてすごい効果のあるトレーニングになります。ただ今回簡単ではないです。なので動画をしっかり見ながらぜひ一緒にやっていきましょう。この動画があったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではやっていきましょう。はい、ではやっていきます。今回のトレーニングは立った状態で行っていきます。用意していただきたいものがあって、バスタオルを用意してください。大きさがこれぐらいのバスタオルです。でこのバスタオルを結構小さく畳んでいきます。このぐらいで折ったら丸めてください。これを股の真下に入れ込みます。こんな感じです。はい、これで準備は整いました。この状態で今回鍛えていく筋肉は内転筋と後脛骨筋という筋肉です。内転筋は皆さん聞いたことあるかもしれないですけど、腿の内側の筋肉、O脚は外側に体重がかかってしまうので内転筋使えてない方がほとんどです。なのでまず内転筋を鍛えていきます。プラス内転筋を鍛えながら、実は今回後脛骨筋という親指に力を入れる筋肉を鍛えます。なぜ親指に力を入れるかというと、O脚は外側に体重がかかってしまって親指うまく使えてない方非常に多いんですよね。なのでこの2つを使えるようになると、外側にかかっていた重心が内側にかけることができるので、O脚を改善しやすい足の使い方になります。ではやっていきましょう。タオルを股の下に入れていただいて、かかとをこのようにつけてください。こんな感じです。で足は30度ぐらいちょっと開いてください。でこの状態で姿勢を正しくします。すでにタオルをちょっと潰している感覚あると思うんですけど、ここからさらにこのバスタオルを思いっきり潰してください。ぐーっと潰します。内ももとお尻に力が入っていると思います。その状態でめちゃめちゃいいです。で実はこれで終わりじゃないです。この状態でつま先立ちをしてください。こんな感じです。一回戻します。はい、どうでしょう、できますか。ポイントとしてはタオルを潰す、内ももに力が入っている、お尻に力が入っている、あと膝はしっかり伸ばした状態でやってくださいね。でつま先立ちをします。このように小指の方に力を入れてつま先立ちをするんではなくて、親指の方に体重をかけた状態でつま先立ちをしてください。ちょっとね、最初は難しいかもしれないですけど、これができると抜群に O 脚改善につながってくるんですよ。なので僕の真似をして一緒にやっていきましょう。で家でやっていただく場合はカフェに手をついた状態でやっていただいて全然構いません。僕もちょっとバーを触りながらやっていきます。では1分間やっていきましょう。いきます、よーいスタート。タオルを潰した状態、つま先立ちします。親指に力を入れてください。ゆっくり戻します。タオルを潰す、親指でつま先立ち、ゆっくり戻します。もう一回いきます。タオルを潰す、親指に力を入れながらつま先立ち、ゆっくり戻します。戻った時一回力を入れてくださいね。もう一回タオルを潰す、親指に力を入れながらつま先立ちです。はい、これを繰り返していきます。潰す、親指に力を入れながらつま先立ち、戻す、潰す、親指に力を入れてつま先立ち、戻します。潰してもらって親指でつま先立ち、はい、あとちょっとです。潰して親指に力を入れてぐーっとつま先立ち、ゆっくり戻します。
はい、お疲れ様でした。たった今1分だけじゃないですか。タオルを取って立ってもらうと足がぐっと内側に寄った感じ、わかりますか？足踏みしたり歩いてもらうと体重が内側にかかってるのわかると思います。この状態が続くと外に広がってこのように開いて見えてしまった横脚がぐっと内側に入って改善につながってきます。この運動1分でできてすごく効果あるので、朝夜1日2回をまず4週間やってみてください。そうすることで外側にかかった体重が内側にかかることで横脚が改善してきます。今後美容に関することで顔の悩み、体の悩みありましたらリクエスト受付中です。 Twitter と Instagram もやってます。ぜひフォローもお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。